港で頭張ってたやつが簡単にくたばってんじゃねえよ。誰の話？ドーマンが勝てなかった。伝説の男だったのに。またからのやつもつれやだろうな。なんであいつが出てくんの弟だからに決まってんだろう。弟。 どうした何でもねえそっか朝峰の弟か唯一の肉親らしい学校にも来てねえみてだし相当参ってんだろうな。